サブローピン、ローピン2枚まだありますね。あと2枚。さあ引けるか。いたー、リーチツもピンク一気通貫ドラ。一通のいいとこ。マジ？高め。高めで。さあ高めのつも上がり、裏裏あるか。裏は乗りましたが打点は変わりません。なんと6000オールのつも上がり。加藤さん、そうですね、3ピンちょっと心もとないか。リャンソーがここにいた。安め三色ではない方、リーチピンク12000点です。赤裏は12000、安めと言ったのに12000。今度こそ役満。本日1回積もり数アンコウの先輩は出上がりで上がることとなりました。これは通りません。いやちょっとなんだかありそうなんですが、ただ他の人がテンパっていない。ありました、スーアンコウ伊達ありさ、16000は16300オール、湧き上がる大拍手。16000は16300オールです。ねえ、これスーアンコウだもんね。はい、逆襲やっぱあったからね、やっぱり近いよ。嬉しいです。さあ始まりましたドリフマージャン。実況は私鳥谷幸則、そして解説は泉幸子プロです。泉さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ難波のスタートです。親はずんの飯尾さん、なんちゃ加藤茶さん、そしてシャーチャー伊達ありさプロ、ペーチャに高木ブーさんという並びです。さあトンバで伊達プロが親で16000オール初の、ドリフマージャン初の数アンコを上がってこのポイント差となっています。いきます、はい、お願いします。さあ飯尾さんは平凡なハイパイと言っていいでしょうか。あっとあっとあっと、左の3枚なんでしょう。あ、ドラさん左の3枚、白があんこで入って、はい、トン、ハク、ハク、ハクと並んでいました。加藤さん大チャンス、上がりたいですね。これは上がりたいですね。そして今一旦追われる身ですよね、加藤さん。14500点。うんうん、2着目ですからね。はい、おーおー、わーシャーも重なった。トンちゃんです。なんちゃの加藤さんですが、もうすでにハクがあんこ、いいシャンテンです。甘露マン、甘露草。高木さんは嬉しい数ピン。ポンしとけよ。はい。おお。デタラやってる。ポンしていく。なんだ。今までいない加藤さん。そう。たまにありますよ。なぜだというところ。あ、で私かごめんなさい。はい。今までにない加藤さんに動揺しました。つまりはどういうことか。おそらく伊達さんは理解したでしょうか。読みにドラのあんこが入っているかもしれない。たけちゃん。だってなんちゃですよね。なんちゃでシャーから動いていった加藤さんというところです。かなり評価しなければいけないかもしれない。何か手役が入ってるんだろうなみたいなね、はい、怖いやつ。あ、やっぱり怖いと言ってますね。いや、うん、怖いかな。マンズの本一もねちょっとあるかなと思ったんですけど、はい、今手出しでウーマンですね。早くて高いマンズの本一が入っているか。ハクドラドラでロー9万とか、はいはいはい、ハクが2枚あってね、はい、ん、そのハクがノーマークで打たれた。もうこの際怒りの大民間はありませんでした。うん、でもポン入んなかったってことで、むしろちょっと油断しちゃうかもしれない。はい、あんこのパターンはもちろんあるんですけどね、はい、あるけどあれどですよね。もう切れちゃってましたね、うん、はい、さてとこれ来ませんか。大募集ポン、いいよ、はい、私も大募集。シャアどうします。もう勘しちゃいます。しないはありますか。あ、しない、する、しない、しない。いいんですか。やめた。まあ残った形がちょっとね、あんまりまだ整ってないんで、仕掛けられて、はい、あたふたるもんだから。さあ急走一枚見えでしたが、伊達プロはリャンウソウの方を嫌って老朽層を残しました。おー、よいしょ、行こうか。
大募集、あらまあ、さあ大募集できたのは3品、おお、西足の3色が見える、おい、それでいいのか、すいません、本当にいいのか、いいのか、今西足の3色噛みませんでしたか、何それ、今噛みませんでした、噛んでませんよ、あ、失礼しました、西足の3色って聞こえたんです、すいません失礼しました。さあ、そうこうしてる加藤さん、甘露草、はい、白ドラサン赤一の天杯です。甘露マンを仕掛けましたから、あ、678で、はい、そうですね、両面地ですか、もうこれはもうちょっと怖いんですけど、甘露草の方からね確定したかったですけど、はい、もう天杯にいち早くこぎつけた形です。リーチルの手つけだった、いや、はい、そして老草が意外とありますよ、3枚山にあります、うん、そんなに、はい、伊達プロはいいシャンテン、しますよ、ね、ピンフの天杯を目指します。さあ高木さん、老草はどうやら使えそうです、危険だな、危険ですよ、危険だな、危険ですよね、なんとここであんこの9万を1枚外しました、もう危険に対応してるってことですかね、おそらくそれでしょうか、おはちゃん大丈夫です、シャンポン天杯にも変更できますが、ここは甘露草続行、チャンスです、加藤さん正解、危険だな、香りがしますよね、危険すぎますね、天杯あったのかな、ん、いや、これさっき通ったんですよ、さあ、カンチャンターツを払いに行きます、9万はもう先打ちの雀刀みたいな形ですね、うん、はあ、ちょっと待ちください、すいません、大丈夫、お願いします、4万が入った、さあ両面変化、打点は変わらない、うん、老朽層の天杯にどうやら変える、こんなに変えました、あらら、なんかね、贅沢な捨て牌になりましたね、赤が2枚切れてる、いや、そうですね、これで老朽層待ち、どうでしょう、75の切り順、高木さん危ないぞ、危ないぞ、それでも十分なんでしょ、危ないぞ、大丈夫か、ただ今老層がやってきた、赤が打たれたところ、これでも俺が泣かなかった、あ、ここは、うん、老層を持ち上げて入れる、9万になる、補充せず、パーソー打ってるんですよ高木さん、なんか感じ取ったんですかね、そうですね、おそらく長年やってきた間柄というのも関係しているんでしょうか、うん、ね、親だから、はい、さあ飯尾さんが親でリーチに踏み切るようです、秘訣リーチです、はいよ、さあ普通のこと、秘訣ではありません、普通のこと、あ、シャンポンなら上がっていた、さあ親対加藤さん、飯尾さん対加藤さんの戦い、ドラあんこの加藤さん対親リーチ、もちろんここはいわゆる全ツ、全ツッパということになるでしょう、加藤さん、ロソーな点ですね、警戒していて、さあまた筋かぶってますね、サブロー層対老朽層、いやー、待ってもらったのかな、持ってみましょう。ね。そう。はい。ロンです。あーっと、急走、ザリザリがそこに寝ていた。加藤さんの上がり、白ドラさんは8000点。8000点ですね。うん、いやー。漫画だけです。すいません。融資をお願いしたいんですけど。融資をお願い。展望の融資を、はい。天の声のスタッフが行っております。あ、残ってますね。そう。終わった終わった、ただ一が言いたいだけっていうのもありますよね、でも一言いたいですよね、左よ、はい、さあ何二曲、親は加藤さんです、でもこれ今の上がれてよかったんで、上がれなかったらまたひどい目になってきっと、うん、ドラはパーソー、さあ飯尾さん高木さんともに箱下の争い、よいしょ、いや、すいません、加藤さん親ですね、トンが統一で入っていました、うん、第一つもが表示牌のペンチーソー、伊達プロ、高
高木さんメンツはないようですが第一妻どうだ9万、うん、ちょっと苦しい感じになってますね。はい、このトーンはスルーです。加藤さん、はい、あでも本当にパーソー多いですね。本当だ、ま、本当だ、またパーソー。もしかしてそういう卓なんですかね、パーソーがめくれるように設定されてそんな卓ないですね。すごいですね、本当に多いですね。借金だよいしょ、本一を目指しつつ。ため息また一つですね。先ほどありがとうございました。あら、お世話になったのに。お世話になって。俺言いに来たのに。さあちなみに申し訳ないけど知っててしまいました。このドリフマージャン二班ちゃんをこう分けてオンエアでお届けしておりますが、はい、パーソーがドラだった回数を今、はい、数えましたが、ここまで今回入れて 1,2,3,4 回出てますね。そうなんですね、はい、やっぱりちょっと偏ってますよね。なるほどね。いいピン切ったら連ピンが来ちゃった。さあ切ったら来るやつ、うん、切ったら来るやつあるんです、うん、一体どこを切ればよかったんだと。どこですかね、マンズの上とか切っちゃいます。9万1枚外しとかだったんでしょうか、うん、まだ形が整っていないこの状況、まあ、さっき3ピンだったかななんて思いもありますが、ここで2ピン、くーしびれる。さあ飯尾さん3ピンでしびれます。飯尾さんも2ピンを切っています。はいはいはい、しびれますね、確かに、はい、あれはしびれていい、うん、うん、なんだこれ、本当なんだこれだな。 1,2,3 並んでしまった捨て牌です。あ、うわーなんまー、一文つきちゃったの。チュンちゃん、チュンちゃん、チュンちゃんね、取っときたかったですね。うーん、どうしてくれよ、ホトトギス、どうしてくれよ、ホトトギス、ね、これが来て、これが来て、これが来ないとリーチかかんないか。あら、三品が、うん、何しているんだろう、しなくせんなしよ、三品。さあ、両品の振り点を解消です。天杯、そうですね、なんとイーマンのシャンポン天杯ペーチャのイーオさんです。お、行ってみるか、リーチですね。リーチかかりますね。リーチ本当かかる ね、 ね、リーチよくしてらっしゃるんですけどね、はい、さあリーチに対して加藤さんはアイヤー、うん、ここはトンの統一落とし、積もってこい、積もってこい。さあ一発積もあるでしょうか、飯尾さん、よい、地上に、あ、なんだなんだ、パーピン、一発なくなりましたね。そうですね、一発がないという意味のハーでした、ね、うん、よいしょ、よいしょ。さあ現状ドラはないのでリーチですね、役は積もって裏が乗るなんていうパターン。いやー、まあでもなんで、なんでやったら何を積もればいいですね、なんで上がれば、もったいない、もったいない、よいしょ、自分の持ってる点数、なんとイーマンのシャンポン、もうちょっとこう、でも何いるんじゃないですか、そうですね、いやでもね、イーマンも1枚、何は丸々2枚いますね、そうそうそう、プロがやんない動き、うん、はい、ペタンキョ、ペタンキョ、伊達さんが上機嫌ですね8万点持ってますからね、はい、よいしょからのペタンまで行きましたがまた飯尾さんのよいしょとも違いますね、確かに、これでいい気になってパンツを捨てたらおらんたんだないい気になってありますよね、あ、どうにも
ただきます。さあ積もれるか いただけるのか。そうです、積もりました。高め、高めリーチ、積もなんテンパレですね。さあ裏は、これが来てちょうだい。裏はどうだ。なんかすってでもない。でも1300-2600点です、はい、どうもありがとうございます。リーチツモドライチ、1300-2600のツモ上がりです。でもここ、ね、テンパでしましたね。我慢してすいません。はい、1300ちょうどです。ありがとうございます。はい、これ供託リーチ棒が1本あったの で、ね、これにね、はい、飯尾さんまたモグラが地上に顔を出した形です。おめでとうございます。はい、地底から今一つ抜け出しました。お越しください。どうもありがとうございました。いえいえ、落とします。はい、何三曲。あ、これ借金はどうなりました。はい、でも返したら1300でくるしかないですけど、ね、さあ何三曲です。親は伊達有沙プロ、ダントツトップ目の親番です。さらなる加点となるでしょうか。これはもう高木さんの前の山、ドラが今めくられていません。ここは伊達プロに期待しましょう。ありがとうございます。ドラは数層、伊達プロのハイパイ、お願いします。これは高ハイパイと言っていいでしょうか。リャンシャン店でしょうか。いいペーコーも見える。なんちゃ高木さん、ソーズのメンツが一つ。ここは嫌いな自敗から切っていくんでしょうか。第一相撲はチーピン、やはり吐くからです。いきまーす。シャーチャイオさんは上がった次の曲、500点だけ地上に出ました。あ、申し訳ない。ん、なんだ、シャー統一なんですかね。シャー統一ですね。はい、9ピンから。なるほど。さあ加藤さんは、うん、ちょっとちゃんた系の手になるでしょうか。ただ一旦端牌から切っていきそうです。うん、まあ、縦もありますよね、チートイとか。こう積もるたびにちょうだいよってこう声かけられるのがとてもとてもいいですよね。はいと会話を、あの気持ちを取り戻させてくれる。あ、はいはいはい、ちょっと私麻雀自分で打ちすぎたかなと反省している次第です。ありますね、なんかね、はい、どんなハイパイでもね、いっぱいいっぱい楽しみにめくっていた時期を思い出します。うん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 、今飯尾さんはその気持ちで楽しんでいらっしゃるんじゃないでしょうか。初心を忘れがちですからね我々。そうですね。プロの活動をしていると一つ一つも一つものありがたみをどうやら覚えているつもりでも忘れていたようです。何の話なんでしょうか。いきます、ね、はい、白です。さあチートイツっぽくなってきました。あー、イーシャンテンです。何を残すか。よいしょ。ペーウーピン、そしてパーマンだったでしょうか。あ、パーピンは嬉しいところ。さあ6シッパの3色のイーシャンテン、ピンフ三色がある、はあ、お願いしてんのに。お願いしてこないですね、バカ。なんでこうなんだろうな俺は、下手くそ。さあ伊達プロもチートイツでしょうか。来い、これに来てちょうだい。あら、募集かけてんだけど、まあ、すまん、俺のところに来い、若いの。さあチートイツが2人、ピンフが2人という状況です。高木さんはさらに高くしますが、タンヤオの方に、はい、ただ3344と並びシャンポンという形が残ります。テンパイは入るのか。まあでも9ピン切っちゃってますからね、もうあのチートイに行く気満々ですよね。はい、ですね、はい、どうなっていくんですか。どうなっていくんですか。そうですね、捨てた方にばっかりくっつ
つくんだな俺は。そうですね、本当に減った後だな。さあ加藤さん、やっぱウーピンは赤を重ねたいっていう。うん、ちっとい変の残し方ですか。ね、はい、あの残したい気持ちはわかりますが、いつまでも引っ張っていると危険度が増してきますウーピンです。ドラの数層どうするか、一旦9万になるでしょうか、うん、ドラはおいそれと切らないタイプの高木さんです。そうですね、万が一のために取っといた方がいいんだよな絶対。これは万が一ペーのことでしょうか。やはりこの一杯残す安全度というのをかなり綺麗ですね、うん、チートの時に1枚持ってね、安全牌持ってるとその分テンパイ率はすごく下がりますがね、はい、低短期の地獄待ちというパターンもありますか。これを捨ててどうでしょうか、ね、はい、これは捨ててしまってもいいように見えますが、ただここでパーマンは1枚切れ、ローソーも1枚切れです。タンヤオチートイツドラ待ち、テンパか、うん、高木さんドラ大丈夫か。お、まあ、戻った。ドラには手をつけない、はい、と。いやーくっつき始めた。いやーこれは知らねえよ。これやっと来てくれたじゃないですか。うわこれを待っていた、これを待っていた。さあチートイツの天敗が2人と思ったら嬉しいのが来た。タイヤオツのチートイツドラドラ赤はなんとなんと6000オール。チートイツドラドラ。タイヤオツチートイツドラドラ、ドラさん。あらーすごい。俺もチートイツだこれ。それで全部チートイツの天敗。いやー加藤さんも惜しまれるところですが、チートイツは何個かやっぱりかぶる。あらリーチしたらまた。いやなんかちょっと申し訳ないなって思っちゃう。申し訳ないなまで出ました。しゃっきりしすぎたら謝ってきた伊達プロ。では音させていただきます。じゃあじゃあ逆はい使っていいです。なんかもうここまで来たら、はい、こう見たことがないような数字とか見てみたいですね。なんか20万点持ってるとか。20万点見たことないですね。20万点はさすがに。またパンツだね。パンツ、あ、本当だ。私自分の最高得点が多分14万点なんですよ。うわあそうですか。そうだね、はい。それ以上あんま見たことがないんで。14万点、そうですね、なかなかお目にかかれない。切ります。あとドラご覧ください。えドラを、はい、青をパスを5回目ですね。ハンチャン2回中パーソーがドラであることが5回。どうしましょう。いやいいんじゃないですか。また手がいってんじゃないの。どうでしょう。いやどうでしょうって。どうでしょう。どうでしょう。まあでもドラドラです。ドラドラさじゃないですか。あ、これはまた上がりが、うん、ね、また上がりそうな手ですね。はい、狙っていいような手になっています。さあ高木さんは赤が入っています。来なさい。飯尾さんメンツが今一つできました。形はいい。加藤さんは縦でしょうか。あんこが二つになった。ドラさんです。もう何も迷わなくていい感じのね、はい、手になっていきますね。なんか普通に作ってたら普通にできちゃったぐらいのツモになっている気がしますが、まあ、ついてる時はそういうもんですよね。そうなんですね。ん？もうテンパイ。リーチ。本当に早いな。リーチが入りました。ありませんね。あ、もうね、止まらなくなるっていうのはこれすごいです。リーチ、タンヤオ、ドラさん、はい、風が親のリーチですよね、はい、あ、これどうぞ。テンパってるじゃないですか。あ、さあテンパイが入っています。私を止められるのは飯尾さんだけかもしれません。ただウーパーソー伊達プロの手元によろしい。よし、さあウーパーソー対リャンウーマン、ウーパーソー対リャンウーマン、さあどっちが勝つんでしょうか。来ます？
こっちに、いや、よく見たらまた地中に潜っていた飯尾さん。本当ですね。6000オールを食らったからですね。そうですね。500点だけ地上に出たんですが、あっという間に地中深くに戻されてしまっています。さあ今回も今なんでしょう。今ほぼ鬼人と化した伊達に向かっていきました。まるでドンキホーテです。飯尾和樹。こんなのしょんぱい。こんなのがしょんぱいで。さあこの二間リーチに挟まれました加藤さん。加藤さんはでも、うん、親に打たない。はい、放銃すると2着から。お、これどうですか。赤ウーピン、赤ウーピン。ただ余裕だ。効果音がついている。ピョン。これどうですかピョン。その赤でロンが言えない。あっとパーソーが売り切れてしまった。こんなもん来ちゃったよな。残るはウーソーが3枚ありますか。赤ウーソーもありますね。高木さんが持っているウーソー、山にはあと3枚、パーソーは4枚使われています。リャンウーマン、ね、ドラのパーソーがもうないんですよね。はい、ドラの方がありません。飯尾さん大丈夫でしょうか。地上は、地上は遠いのか、はたまた地上に上がるチャンスなのか。どうですか。さあ余裕しゃくしゃく、一打一打聞いていきます。ウーソーがここ、これはかなり厳しいぞ。リャンウーマンの方が有利なのか。リャンウーマンは4山、これでウーパーソーは2山、4対2の戦い。ただ先にあった方が上がりだ。どうだ、危ないのか、なんだ、なんだ、いいピン。宣言杯の筋、いいピンでした。自分の一打一打ドラマになっています。どうだ、いけるか。リャンウーマン、ヘルシー、お豆腐って言ってた。はい、お豆腐なのでヘルシーということですね。今日はまあ白のお豆腐は普通でしょうか。まあまあそうですね、はい、うん、薄いぞ。ただ赤はある。6月もない。全然ですね。ドキドキ見しないですね。ね、自分の風をさ、もったいない。ああ、アンコスタですか。うん。やば。風見さんだな。さあ、めくり合い。めくり合い。リアンウーマンでないことを祈る。線が一本なくてよかった。数万が1枚ここ、3枚になります。お、危ないか。いやー。捨て牌でメンツができた。ドラさんリーチです。あー、ウーパーソーあと1枚、高木さんが吸収していく。筋取ったからって3ピン通したらロンって言ったら笑っちゃうな。ありますね、ありますもんね。さあ飯尾和樹ピンチか。あ、大丈夫か。こんな気持ちないですよね。旬は大丈夫。ウーマンも減ってきました ね、 取ったね。ウーマンがなくなってこれで2万2枚、2対1、2対1になっています。2対1はもうほとんど五分。何で待ってんでしょうね。これは心配だもんな。さあ手の中にロンハイが 1,2,3,4,5,6,7 枚あります。高木さん、確かに13枚中7枚ロンってすごい状況です。うん、6回どこじゃなく、これは一打一打慎重な選択になる。まあ、ウーソーやウーマンには手がかからなそうです。イーマンとした。どうだ、引けるのか。いいよ。惜しい。隣です。チーソーが通る情報。ただこれ、イーオさん上がるとき赤ウーソーだけになりましたよ。ウーピンが通ってて。上がれば。はい、上がれば、上がれば赤ウーソーという状況です。遠いけど、通るかな、これ。通りますよ。よいしょ。くっ。あ、なんだ。さあ、引いてしまったのか。三層。そうですね。さっきイーソ通したっけ、俺。イーソ通ってますね。通してますね。ね、はい。よいしょ。数字。さあ、捨て牌は今から3段目です。あれ、俺の感悪いな。13巡目、うん、
なかなか上がりが出ないですね。出ませんね。二人とも両面なのですが。そろそろじゃないの？掴んでしまったか。ローマンだ。ローマンです。同じ町だったりするのかな。ああそうか。ありうねえ。うん、ありうるかな。さっきみんなで椅子チーソーみたいなありましたもん、ね。はい、ありました。サブロー急走のパターンもありました。あるのか。いやー。あー、キューピン。決着つかないの？四巡目リーチ。決着つくのでしょうか。これはこれは親の四巡目リーチが有利と私は踏んでいましたが。ね。はい。なんかもう状態的にはサクッと終わっちゃうんじゃないかなみたいな感じでしたけど。はい、ここまで長引けば飯尾さんにもチャンスはありそうな気がします。逆にどっちなんでしょう。怪しい匂いを感じてきますよね。はい、どっちなんでしょう。ここは。あれ？そうですね。同じ町？オナテンなのかと疑うほどかなり通っています筋ではない。オナテンではありません。はい、はい、どうだ。3層通っているわ。さあ間もなく流局が見えてきた。通っていらっしゃる。加藤さん高木さんも粘って粘って回っています。どうだ。空想がここにいた。ロンです。飯尾さんが飯尾さんがこれでまたリーチタンヤを、はい、リーチタンヤをピンフ赤。さあ裏があれば、裏裏があれば羽根だが、はい、一本場で8300。さあ13000点プラスリーチ棒が2本と。何があった？何が？あ、何だ？何を？なんちゃう？これ薄そう。あら、すごい。さあまた地上に顔を出しました。意外ですね、伊達さんの、はい、レンチャンかと思いきや、なんかね、ガレナー的な話でいけばすごく上がりそうなんですけどね。ガレナー流れですね。はい、はい、さあさあ元気にオーラスです。オーラス行きましょう。え、俺何これで2位2番だそうです。はい、じゃあサイコロお願いします。とうとうオーラス南4局が始まります。親はこちら高木ブーさん、エネルギーを補給してハイパイ力を上げているんでしょうか。トップはダントツ伊達有沙プロです。ドラはチュンになりました。最後もパーソーでいてほしかったところですが、赤いの。さあ誰が上がるのかといった戦い、はい、よいしょ。飯尾さんは地上で終わりたい、高木さんは連チャンしたい、伊達プロは1回戦の汚名返上、最後は上がって締めくくりたい、そういったところでしょうか。さあ高木さんまたやはり赤がある。汚ねえで地風のトンも問いつ。これはリフォームが必要ですね、うん、リフォームしましょう。しないとこらね。よいしょ。まあ業者泣かせだな。すいません。これね、無地が湧くわ。すごいシロアリも内が湧くという表現がありましたが、ハイパイのボロボロさ加減に対してでしょうか。はいはいはい、腐ってるっていうパターンはねありますが、さらに一歩先、よいしょ、その後時間が経って内が湧く。どうしますか。さあ飯尾さんは手が進んでいます。普通に進めれば強がってもいいのかな。すいません、いいシャンテンですが、いい強がっちゃおう。一旦チューンは残す、重なったら使っていく方針でしょうか。うん、加藤さん、リャンソワンコ。また。はい。旬がないとまあ、ね、華やかじゃないなこの手。本当に。みんな欲しい旬みたいな。加藤さんがドラの旬のありかを探り出しましたね。高木さんとかね聞かれたら答えちゃうかもしれないから、はい、そうなんですよ。ただ今あのお疲れになっていて親番でちょっとあの食べ物も食べたところで今高木さんあるけど、ね、ちょっとはい、お静かになっています、はい、ただこれ個人で聞かれたら答えちゃいそうですが大丈夫でしょうか。あ、どうしましょうね。さあ伊代さんはチュンの切り時今としました。捨てた方に捨てた方に来るんだろうなきっと。ああやだな、チュン来ないでくれよ。非常に悪いイメージですが、お別れしたんだから。
お別れしたから、はい、戻ってくるなよ、お前は、はい、お願いします。でもそうやって戻ってくるのが恋だと思います。疲れてるんじゃない。疲れてる。お、一通が見える形になっている。はい、マンズで後継転配を目指します。加藤さんは縦に、あ、来ましたが、今ここで、はい、ほぐしていきます。さあ、伊達さんもここは上がって終わらそうという、もう行ってしまいましょう。魂胆が見えます。シャンポンの天敗にはなりましたが、あ、取らずですね。マンズの4連携を大事にしたか、3ピンのくっつき、飯尾さんの構え方が非常に柔らかく見えます。高木さん、トーンは泣いていませんね。これは空切りのパーソー、おしゃれ。2枚目のトーンです。どう、あ、2枚目はポンする。ロン、はい、うん、これだって2枚目でしょ。そうです、2枚目、はい。まあ、やはり1枚目スルーして、2枚目なくなんだ、やはり面前で行きたかった。だって、ね、今日は何もないの、はい、言いそう。ああ、カンリャンソー外します。これ加藤さん暗行ですよ。カンリャンソー読みがすごいじゃないですか。そうですね、なんか嫌なとこ切っていくというこの。なんだこれ、いいシャンテンです、はい、ちょっとも言うこと聞いてくんねえな。本当に、マージャン、マージャン、また、はい、泉さんが言うとまた、はい、こうしみじみと深さが出てきますから、マージャンっていうこと聞いてくんないですよね。なんか本当簡単に上がれちゃう時ってすごい簡単なのに、はい、ね、ありますよ。なんですかね、あの三面ちゃんが入らなかったり、カンちゃんが簡単に積もれたり、3ピン切っちゃうのか。もうなんかどうせならスーアンコをやり返してほしかったですけど、私。ああ、なるほど、スーアンコという手が1個になっちゃうのか。うん、トイトイでやると、トントイトイは結構高いですよ、うん、トン泣いてるので何泣いても大丈夫ですが、高木さんの構想の中ではトイトイがあるようですね。初めて聞きましたね。ということで両面ターツを外していきます。泣いて一通転敗は取りませんでした、ね、はい、やはり面前でリーチと行きたいところ、飯尾さんです。飯尾さんもあれですよね、イスピンさっきテンパってたのに外したってことですよね。そういうことです。あ、でもイピン振り点なのか。はい、3ピン3ピン、ウソウソのシャンポンテンパイも取りませんでした、飯尾さんです。そこから、はい、ですね、両面、これで6球満ならどうでしょうか。はいはいはい、一気通過は待たずにリーチとなりそうですが、マンガンツモでは2着にはならないですかね。リーチいっちゃうから、お、はい、ここはもう上がって終わろうぜという、しっかりリーチに行きました。さあ、老朽満待ちです。いいね、こういう現物が来ると。リーチピンフ赤、赤ウソが雀頭に入っています。さあ、トンを仕掛けている高木さん、リーチを受けてしまいました。現物はチュンがあります。これはそうですね、ないやないかよ。チュンは使う予定で置いていた牌ということで、強く押していきます。ダパーマン強いね。強いですね、高橋さん。弱いんだな、ダンバこう、ね、ね、まあね、パーマン行くってことはもう、はい、全部行きそうですね、はい、もう負けてる親番ということであれば、うん、もうね、最後上がりを目指すしかないですからね。はい、行きましょう。いやー、ツモです。お、あ、積もりました。リーチツモピンフ赤、リーチツモピンフ赤一の、さあ、裏があれば満貫です。満貫ですよ。いいですか、乗ると満貫。どうだ、ま、ありました。2戦4戦ありがとうございます。4戦線が大体これで、はい、これで相場です。ありがとうございます。終わった。
はい、というわけで、ナンバが終了いたしました。はい。泉さん、この半ちゃんいかがだったでしょうか。いや、もうこの半ちゃんはね、はい、もう、伊達ちゃんの逆襲。そうですね。ね、もうすごすぎて。ダメ押しのような1万8000もありました、はい。そうなんですよね。はい、もうなんかこう、仕上がってる時の、まあでもリアルも上がれてないからな、何なんですかね。そうですね。わからないところもありますね、はい。はい。ということで、トップは伊達ありさプロ。はい。はい、本当プロの意地を見せてもらった感じ。いや、そうですね、はい、1回戦の汚名を見事に返上したような、はいはい、素晴らしい麻雀だったのではないでしょうか。そして2着に加藤茶さん、はい、はい、いかがでしたでしょうか。加藤さんも堅実に上がりをね、はい、ものにして2着もねちょっと危なかったですけどね、最後3着、そうですね、最後積もられて、すごく全体的にですけど、はい、しっかり打ってらしたなって思います。はい、はい、そして3着にずんの飯尾和樹さん、そうですね、はい、最後見事にもう積もって、はい、積もって最後、そうですよね、ラス前とオーラスト漫画漫画と上がって、はい、終わりがけにこう調子が上がってくるような展開でした、はい、一矢は報いたんですかね。そうですかね、はい、はい、そして2回戦はかなり箱下まで行ってしまいました高木ブーさんですが、1回戦目は良かったんですけどね、はい、4着となってしまいました。でもね、はい、私すごい印象的だったのが加藤さんのリーチに様相を止めていて、はい、なんかやっぱりなんかこうピンとこう感じるものがあったんですかね。おそらくそうですね、お二人の間ではピンとくるものがあるようなシーンが、うん、はい、あってもおかしくないですよね、はいなんか、はい、でも全体的にちょこ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 現場の声が聞こえるじゃないですか、はい、なんかこう面白い話が多くて皆さんが喋ってることが、そうですね、はい、実況するよりちょっと聞いちゃう時間も多かったですね。そうなんですよ、はい、なんかこうね、やっぱ言葉選びというかちょっとクスッとしてしまうような表現とか、はい、なんかそうですね、ドラかぶれよみたいなね、はい、そう一言ね刺す感じがなぜかそのね言葉は聞くのに非常に面白いというはいということで、実況は鳥谷幸典、そして解説は泉幸子プロでした。また次回お会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。というわけで2戦目が終了しました。トップは伊達ありさプロという結果になりました。なんか勝手に来て勝手に暴れたなって下にも上にも本当に大暴れしてしまったなと。でもあれだけ振り込んでおいて月が逃げないってのはすごいね。そうですね、ああ上がり方が鬼のように上がったっていうのそうでした。スワンコ2回転パって1回、ね、ね、すごいよ。2回転パれですよね、なかなか1回ちょっと上がってますもんね。上がってんだ、びっくりしたよね。本当に親で1万6000点ゴール、はい、気持ちいいよね。はい、嬉しかったです、うん、はい、っての嬉しかったです。ドリフマージャン始まって初めてだよね、役なの、うん、そうね、うん、やっぱり初めてなんかな、なんかその辺で持っていけるもんねえかな。ポイントしてね。よかったらカメラ1台。役満長として。腕時計。いいんじゃないですか。嘘です。やっぱり竹部さんと加藤さんの、このやり取り面白いですね。何をって言いながら。そうですよね。何をって言いながら切ったりするのが、やっぱこうね、近くに 見れて。あ、はい。本当に最高の席で見れました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではドリフマージャン終えてお二人から感想をいただきたいんですが、はい、はい、本当にこういった機会でマージャン打てて、普段のピリピリマージャンとは違ってなんか楽しいところいっぱいで、すごい本当に楽しめました。もう途中からもちょっともう、いや、マージャンってこういうもんなんだよ。うんうん、でも勝負かかってるのはそうはいかないもんな、うん、そうですね、やっぱりプロになってやっぱ変わりましたね。そうそう、怖い顔してるんです。すごい、もうずっと下茶で高木さんが可愛らしくて、可愛いな可愛いなって本当に楽しかったです。ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。高木さんの無縁動画見てもらってやっぱ出るんですね、このだから、うん、意外と高木さんがイケイケだって、加藤さんが守るときは守るっていうか、うん、その時が来るまで、その代わりも
掴んだなと思ったらドーンとね上がるっていうのすごく守ってるんですよね、それまでもう自分の手を。そうですね、なんか僕らが小学校から見せてきたあの、はい、テレビの、あの芸風とは違うんだなって全然違うよ全然違う、攻め攻めだったんで俺それでお笑いしてやってたんで、すごい。あとやっぱプロのここぞという、はい、あのアクセル踏んだ時はすごかったですね、うん、そうなんだ、モードが楽しかった。だからいろんな本当のレジェンドたちとできてる、楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。それではあの今回の対戦についてはこれにて終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。そして次回12月のゲストには大井隆治プロ、そして松本佳代さんをお招きしておりますので、楽しみにお待ちくださいませ。はい、はい、そして加藤さん、ムーさんも次回もよろしくお願いします。はい、よろしく。はい、はい、サバナちゃん、はい、ね、はい、うん、そしてよろしければチャンネル登録やご意見コメントもお願いいたします。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画は志村後ろサポーターのおかず様、ピエ太郎様、高橋知恵様、ふーちゃん様のサポートでお送りいたしました。サポートいただきました皆様ありがとうございました。ありがとうございました。